改めてファデュイの協力を歓迎する。共通の敵を前に礼儀作法など細かい部分は置いておき、これまでのわだかまりを水に流そう。オロルンがルールに背いた行動を取ったのは事実だが、この場で問いただすつもりはない。それより彼が自らの価値を証明してくれるのを期待したい。寛大な措置に感謝する。戻ってきたぞ。お前たちが仲良く並んで話してるとこってなんか夢を見てるみたいだな。実に予想外の展開だったが、幸いことは望ましい方へと向かっている。君たちも来たことだし、ちょうどいい機会だ。いくつか疑問に答えてもらえるだろうか。まずは非現装置についてだ。君はどうやってそれを探し出したんだ？神の心を手に入れる計画が行き詰まり、俺は部下たちに命じ、ナタ全域で代替案を探させた。オロルンにも手伝ってもらってな。その結果、数名の学術に長けた者にたどり着いた。アベレワ、ボスウィ、クワドリ。この3人の研究成果を組み合わせることで、古代から伝わるその装置を見つけたのだ。全く聞き覚えのない名だな。学者を集めて調査を行った際、名簿に漏れはなかったはずだが。それはいささか妙だな。その3人は表舞台から身を引いた賢人だったのだろうか。しかしいずれにせよ、結果から見ればそれは正解だったようだ。ああ、少なくとも予備プラン、神の心を使うより時間を稼ぐ方法が見つかった。代償は重いが、こちらにもう抵抗の余力がなくなった時、このプランによって少なくとも何かを残すことはできるはずだ。でもみんなが過去を忘れちゃうなんてなんか悲しいぞ。できれば使いたくないけど。そういえば神の心にそんな使い方があるってお前はどうやって知ったんだ？それに答えるには、あの災いが起きた500年前に遡る必要がある。あの時カーン・ルイアを救えなかった俺は、残りわずかな隊員を連れ、暴走したアビスの魔物と戦いながら撤退を続け、ナタまで来た。だが同じ惨劇がナタでも起きていた。俺はここでも長く戦うことになったんだ。名縁の主の長であるアイズに出会ったのはその時だった。当時の人々からすれば、カーン・ルイア人は災いの元凶だったはずだ。しかしアイズは俺を受け入れ、いろいろな面で助けてくれた。軍人たるもの、戦場に身を置いた以上、勝利をつかみに行くべきである。たとえ立っているその地が故郷ではないとしてもだ。だから当時俺はナタを助けると決めたのだ。俺たちは数々の困難を乗り越え、共に戦った。だが結局アイズは運命の定めから逃れられなかった。死ぬ直前、あいつは俺に神の心の秘密を明かしたんだ。アイズだったのか。ああ、彼ならその方法を知っている。実際災いが起きる前から何度か私に提案してきた。全部断ったがな。君が合図と知り合いなら、ましてやあの時ナタで戦ったことがあるなら、私も君を見たことあるはずだが。ああ、その仮面のせいか。仮面の下の顔ももう元とは違うものになってしまったがな。不死の呪いを受けても肉体は変わらず朽ちるものだ。え？でもダインってやつを知ってるか？あいつは見た感じそうでもない気がしたけど。
あいつに会ったのか。おう、何度も会ったことあるぜ。お前もダインを知ってるんだな。カーン・ルイア時代、彼に対する印象は名前ぐらいだったが、最後に会った時、王子様と共に旅をしていた。彼の背負う憎しみや苦しみは俺よりもはるかに重いものだろう。ああ、俺の本来の身分からして、王子様の血縁者であるお前を傷つけたくはなかった。だがこれは俺の独りよがりだ。それに今の王子様が俺の前に立っても、おそらくこの顔では誰だかわからないだろう。ダイン・スレイブがどんな方法で肉体の老化を遅らせたのかは知らないが、俺の方は顔だけでなく体力も昔と比べてだいぶ落ちている。そうは見受けられないがな。少なくとも先日手合わせした時の君の強さは人類の頂点に達していると思えるほどのものだった。負けは負けだ。褒められる言われはない。ただ500年前にお前と真っ向勝負する機会がなかったことは確かに残念に思っている。同感だ。もしそうなったら私も全力を出しただろう。あんなに激しい戦いだったのに、お前ら二人ともフルパワーじゃなかったのかよ。双方の実力は大差ないと思っている。もし最後まで戦っていたら、負けられないという信念がより強い方が勝ったはずだ。競技場にいる人々を巻き込まないためにお前は手加減していたのだろう。そのようなアドバンテージを利用して勝ちを取る気はない。人質を取るのと変わりないからな。俺の目的は神の心だけ。それを手に入れられなかったのだから、紛れもなく俺の負けだ。女皇様は全ての執行官が自身の目的を追求することと、しかるべき時命令よりも個人を優先することを許している。執行官たちが女皇様に忠誠を尽くし、共通の目的を持ちながらもそれぞれやり方がまるで違うのはそのためだ。こたびの最優先事項はナタを救うこと。当初は神の心を手に入れてナタを救い、その後それをスネージナヤに持ち帰るといった計画だった。神の心を渡すことはできないが、まあこの話は一旦置いておき、急務であるアビスの対策に専念するとしよう。そういえば、もし6人の英雄が揃ったら何が起きるんだ？ああ、カムクラにはアビスに対抗する強大な力が秘められている。シュバラン家がロノバから得たもので、一度しか使えない。ロノバはどの魔人よりも古くから存在し、天理の意志を代表する使者の一人、死を司る神だ。なるほど、だから反魂の歌があるわけだな。ああ、ナタのルールが誕生したのもあの方のおかげだ。カムクラの力の話に戻そう。前にも話したことがあるが、人類がカムクラにつく栄誉を授かった瞬間、その身に烈焔が覚醒する。その炎の大きさはそのものの潜在能力によって決まる。死の失聖の力も同じ原理なんだが、ただ受け皿が耐えられるかどうかを考慮しない。すなわち、その力を授かっても誰もが耐えられるわけではないのだ。だがその試練を耐え抜いた暁にはこれまでにない力を手に入れ、聞いた感じかなりリスクが高そうだな。ここに至るまでどの一歩も絶対に安全とは言い難いものだったろ。ムアラには八神の国の汚染地帯に飛び込み、オロルンは生死の境目でやっと自分を取り戻した。みな勇敢に立ち向かってくれたのだ。なら私も皆の期待に応え、己の責務を果たさなければならない。ああ、指導者としての務めと言えよう。重苦しい話はここまでにしよう。
二人とも疲れているはずだ。帰ってゆっくり休んでくれ。アビスもオロルンの身に起きた変化を感じ取ったはずだ。今後襲撃は頻度を増すかもしれない。あらゆる可能性に備え英気を養っておかなければ。だな。そう言われるとどっと疲れが押し寄せてきたぞ。帰って休もうぜ。手を組むからには指揮体制を改めよう。俺の部下を一部お前の指揮下に置いていく。そうすれば勝利の急に対処できるだろう。しかし君の部下は納得するだろうか。俺の方から説明しておこう。これは命令だとな。ああ、その誠意に感謝する。魔物がどんどん増えてきてますけど、最近何かあったのでしょうか。確かに妙な感じ。みんなくれぐれも気をつけてね。あ、でもそこまで心配しなくていいよ。私たちがいるから。アビスって弱者にしか手を出す度胸がないし、何回か懲らしめたら尻尾を巻いて逃げるはずだよ。あ、なんか呼ばれてるみたい。すぐ行くよ。どうしたんだ。どれもダメ。焼き入れが足りない。武器と防具は命に関わるものだし、いくら生産量が多いからって品質は落とせない。ああ、別に責めているわけじゃないよ。それにあんたらのレベルがこんなもんじゃないってのは知ってるし。ちょっと休んできなよ。こいつらの調整はうちがやっとくから。シロネ、ここにいたのか。どうしたんだ。ん、何でもないよ。急いで作ったから不良品が出ちゃってさ。うちが調整しとくから大丈夫。これは能力の問題じゃない。あまりに根を詰めすぎて逆に失敗したんだ。そうならないよう、あんたらも適度に休憩を取りなよ。そういうお前だって疲れてるだろ。安心して、うちにとっちゃ趣味みたいなもんだし。疲れてるっしょ。早く休みな。うちはもう少し問題の解決方法を考えてるから。
友達か。じゃ俺は先に行ってるよ。また後でな。驚いたか。あんぐらいへでもねえぜ。途中でストップがかかってなけりゃ異国の虫けらを焼き尽くしてやってたところだ。心配してくれてたのか。礼を言う。俺なら平気だ。だが実際の状況はこいつが言うほど甘くはなくてな。隊長の部下どもは精鋭揃いでかなり手を焼かされた。いつでも撤退できるよう準備はしてたが、まさかエンジン様と隊長が一時的な協力関係を結ぶとは。まあ中でいろいろあってな。機会があったらゆっくり話してやるぞ。ああ、何はともあれエンジン様の計画に一歩近づいたってことだ。これが最善の結果だろう。お前らのおかげだ。感謝する。だがまだまだ油断はできない。ちょうどさっき支部と一緒に出ようとしてたところなんだ。伝達士が召集を受けてかがり木の民に集まってる。そっか。じゃあこれ以上引き止めないでおくぞ。また今度な。おいチビニチ、出発するかどうかこの偉大なる清流ククルアハーの意見を聞いてねえだろ。おい勝手に行くな。ちゃん、ばあちゃん、思い詰めた顔してどうしたんだ。僕に言いたいことでも。当然よ。自分が何をしたか分かってる。君を叱りつける材料をたっぷり貯めてあるんだからね。ちょっと待ってなさい。どこから言ってやろうかしら。ごめん。逃げ道がないから謝るわけ。前回も前々回も大層逃げ足が早かったじゃない。あの時もちゃんと謝りはしたよ。普通の人なら一生やらないことを君は平気でやってのけた。指名手配されたかと思えば今度は遺跡でとんでもないことに巻き込まれるなんてね。今さら私に謝っても無駄。死にそうになった自分に謝りなさい。わかった。ごめん。ばあちゃん、弁明するつもりはない。全部僕のせいだ。気が済むまで叱ってくれ。今私が言ってることはすごく大事なことよ。真剣に受け止めなさい。真剣に聞いているし反省もしている。でもたとえ自分の選択が間違っていて危険を冒すことになっても後悔はない。何かしらの力になりたいと本気で思っているんだ。別に自分の存在が特別だと思ったからじゃない。自分の力を最大限発揮したいだけだ。結局いろいろな問題が起きたことは事実だし、ばあちゃんの言う通り謝っても仕方がない。けど他に何を言ったらいいかもわからなくて。しかもイファには宝石まで届けてもらった。言葉だけじゃ到底足りないだろうけど、それでも言わせてほしい。ありがとうばあちゃん。どういたしまして。イファにもちゃんと礼を言ってよ。わかった。ま、そこに関してはあんまり気にしなくていいけどね。実はあの袋には細工がしてあって、君の記憶をコピーできるようにしてあったの。全く気づかなかった。当たり前でしょ。伊達に年を取ってるわけじゃないのよ。気づかれるわけない。それからもう一つ、今回の行動についてエンジン様と関係者が話し合った結果、ナタ人のルールを多く破ったことが確認できた。君はきちんとその責任を取らないといけないの。ああ。でもまあ
結果的に君のやったことに全く意味がなかったわけじゃない。確固たる意志で自分の限界を乗り越え英雄にまでなったんだからね。よく頑張ったんじゃない。さすがシトラリの孫ってだけのことはある。ばあちゃん、本当にそう思ってるのか、それとも旅人とパイモンに言いくるめられたとか。はあ、もちろん私の本心よ。こんな状況で褒められるなんて、昔だったらとっくに殴りかかってきてたはずなのに。ええ、ここからの話がまさにそれよ。足をへし折ってやるって旅人の前で誓ったからね。それは勘弁してほしいな。歩けなくなると困る。勘弁？ふーん、じゃあどんなお仕置きがお望み？功績を持って罪を償うつもりだ。だから今回は許してくれないか。自分の責任を全力で果たすから。わかった、少しだけ時間をあげる。君のお仕置きは経過観察の結果次第よ。あら、旅人とパイモン、奇遇ね。やっ、チトラリ。ええ、子供の面倒を見るのは本当大変。超わかるぞ。こいつの世話をするのも一苦労だからな。この間はお礼を言う機会がなかったな。旅人、パイモン、遺跡で助けてくれてありがとう。あ、わかった。時間があったらまた会いましょう。オロルンに美味しいご飯をおごらせるから。うん、暇を見つけて絶対ごちそうしてもらうぜ。やることがたくさんあると思うし、今のうちにしっかり体力を蓄えないとな。準備はいい？オーケー、八神様に会いに行こう。八神の声が聞こえたのはここで合ってる？どうやら本当に目覚めたのね。また眠りについてないといいんだけど。安心して、私はまだここにいるわ。弱り切った命にとって睡眠も体力を消耗することだから。休憩を邪魔して悪いね。さっきの場だと相談しにくいことがあって。実はあの旅人に米を作ってやりたいの。ただ彼女はナタ人じゃない。だから八神の国には彼女に関する記録がなくて、米作りも行き詰まってる。なるほど。マービカは彼女のことをとても重要な人物だと思っているようね。あなたたちがここに来たのはマービカの命令だけではないでしょう。あなたたちにとってもその旅人は特別な存在で、ここまでしてあげる価値のある人なんじゃないかしら。忌憚のない言葉を聞かせてちょうだい。ここには誰もいない。あなたたちは皆私の子で、ナタの子だから、一人一人の考えは同じように大事なの。うん、彼女は特別な存在。カチーナを助け、
アビスの災いを食い止めるために駆け回ってくれた。ナタの恩人って言える。でも、ナタはまだその恩を返せてないんだよ。もしコメがなきゃ、彼女の命は危険にさらされる。彼女の命を守るためには、あなたの命を削らなければならない。というのは知っているでしょう。もちろん。私も聞いたことある。コメを作るには、鍛造者の命を削らないといけないって。コメを作ることの本質は想像にあるわ。ヤガミの国に散らばった様々な概念を、英雄の歌としてまとめるの。でも、それらの概念がヤガミの国に溶け込むには時間が必要。その間、鍛造者の命はまるで種を覆う川のように、その概念を守る存在となるわ。新しい概念が完全に溶け込み、種の新芽が芽吹けば、主婦も使命を果たし、だんだんと消えてゆく。ただでさえ容易なことではないわ。ましてや、異教の者のために古名を作るなんて。でも、私に会いに来たということは、もう迷いはないってことよね。こうする価値があると思ったから。それに、あとどれぐらいアビスを食い止められるか、この災いを乗り越えるためにどれだけの代償を払わなきゃいけないのかも未知数。だったらさ、何千何万の人の未来と引き換えにできるんなら、この命を削るのなんてどうってことない。命の終点に立ってこの瞬間を振り返っても悔いはないと思う。これがうちの使命で、バレカの名の意味だからね。そう。どんなに小さな可能性であっても懸命に手を伸ばすのね。それが成功を描く最後のかけらかもしれないから。シトラリ、あなたはどう？焦りと不安に駆られているのは、見てはいけないものを見たからでしょう。そんなことまでわかるの？見てはいけないもの？マービカ様の計画は時間がかかるし、不確定要素が多すぎる。だからずっと不安だったの。名園の主には未来の暗示を覗く儀式が伝わってる。ただそれをエンジン様に使うのはタブーとされてきた。でもそのタブーを犯したんだ。それで何を見たの？死。今の計画の要は、シュバラン家が死の姿勢から授かった力を6人の英雄が解放すること。あの方の力と引き換えるための代償なのだから、死の他にないのは言うまでもないわ。マービカはこのアビスとの戦いで死ぬの？ええ。そんな未来を見てしまった以上、指を加えて傍観するわけにはいかないでしょ。だから旅人、あるいは降臨者の力が必要なの。シトラリ、人は死ぬことも運命の一部のように思えるけど、実は死と運命の本質は違うのよ。これを忘れないで。運命は未来で起きることの予告だから、時間、場所、筋書きは決まっている。だけど死は一種のルール。死の姿勢の力を得られれば、マービカはアビスという難敵を乗り越えられるわ。でもその過程で死という代償を払わなければならない。死の姿勢は死ぬ時期や形こそ気にしないけど、死が確実に発生するよう仕向ける。もしかしたら死のタイミングは運命に左右されるかもしれない。あの旅人にできるのはそれぐらいでしょう。
死のタイミングは変えられるけど、その結果は変えられないってこと。残念ながらその点に関してはどうしようもできないわ。私の領分を超えている。このことはマービカ様も知ってるのよね。ええ、とっくに知っているはずよ。それに全てを受け入れている。私は受け入れられない。マービカ様ってすごく強いでしょ。どんな壁だって乗り越えてきたし、絶対に諦めなかった。そんなエンジン様があっさり死を受け入れるわけがない。旅人とエンジン様はどことなく雰囲気が似てるの。だから賭けに出ようと思ってね。運命であれ死であれ、二人がいればきっと乗り越えられるはず。ええ、望みは薄いけど、それを見られるのを楽しみにしているわね。私に残された時間はもうほんのわずか。最後に人類が全てをかけて輝きを放つ瞬間に立ち会えるのは本当に光栄なことだわ。八神様、人類は君の貢献を忘れてない。アビスの問題を解決した後、必ず助ける方法を見つけるから。ありがとう、そう言ってくれて嬉しいわ。でもあなたたちには何もできないでしょう。これもまた事実よ。どれくらい長く生きられたら満足と言えるのでしょう。10年、100年、1000年、それとも1万年。いつかヤガミの国は消え、人類はまた共にアビスに立ち向かうことになるでしょう。そして最終的にはその全てが消え去る。だから私にとってそれほど意味はない。もしも明日が世界の終わりだとしても、人類は懸命に今日を生きる。これがあんたとの違いだろうね。そうね。ええ、こういう時は本当に羨ましいわ。そして改めて自分の背負う使命の正しさを確認できる。私の創造者の目に狂いはなかったわ。これを受け取りなさい。私からのプレゼントよ。私の意志の一部であり、あの旅人がこの土地で経験することを記録できるわ。過去のことも未来のことも。これがあればあなたたちの望み通り、彼女のためにコメンを作れる。そしてやがてナダの歴史に永遠に名を刻む英雄となるでしょう。礼を言うよ。弱ってるあんたにさらに負担をかけさせちゃったね。本当にありがとう。気にしないで。天の使いにとっては取るに足らないことよ。もうすぐ暗くなるわ。さあ帰りなさい。また外が騒がしくてよく眠れなかったぞ。外に出てみようぜ。あれ、シロネンにシトラリじゃないか。今日は随分と早起きだな。どうかしたのか。夕べ八神様に会いに行ったらこれをもらってさ。覚えてる？あんたたちの5名が作れない理由は、その経歴が八神の国に記録されてないからだって。それを解決するために八神様がこれを用意してくれたの。これを身につけてナタのいろんな場所を旅したり冒険したりすればいいの。そうすれば必要な記録もどんどん溜まっていくはずよ。本当か？オイラにも見せてくれ。
日様があるぞ。あれ、これってカチーナ？これはある不安定な媒質からできてて、映っているのは八神様の意志そのものなの。そこにあるのは八神様が君たちに見せたいものよ。映ってる内容を覚える必要はないよ。確認したくなったらバッグから取り出せばいいからね。うわぁ、すごく便利だな。しかも軽いし場所も取らなそうだぞ。こんなすごいものを持ってきてくれるなんてな。あ、確かに。もしそういうのを払ったなら、ちょっと申し訳ないぞ。心配しないで大丈夫。昨日八神様の話をあんたらも聞いたっしょ。人間を助けることこそ自分の使命だって。ナタのために自分を犠牲にしてまで地脈を立て直そうとする存在がこんなことで見返りを要求するわけないじゃん。そうよ、受け取ってちょうだい。じゃあ遠慮なくいただくぜ。あ、ここにいたんだ。アビスがまた襲撃してきて、すっごく大変な状況で、魔物が多いし、そこかしこから湧いてくるみたい。手を貸してくれる人が必要なの。早すぎない？前回の襲撃からそんな経ってないのに。のんびり話してる暇はなさそうだぞ。早く行こうぜ。ああ、分かった。この2カ所には速やかに支援を手配しよう。それと、こっちは危なそうだ。私が直々に出向く。その他の場所はどこも辺境で、人もほぼ皆無。戦士たちに撤退するよう伝え、発生しうる二次災害に注意するよう指示してくれ。承知いたしました。すぐに伝達いたします。待たせたね。今どんな感じ？またアビスが現れたって聞いたけど。ああ、状況は芳しくない。これまではアビスの魔物が散発的にばらけて現れていたため、各所に配置した者たちだけでどうにか対処できていた。しかし数も頻度も増えた今では話が別だ。範囲はどの地域が襲撃を受けてるの？ナタ全域だ。競技場周辺のみならず、遠く離れた北条の国からも襲撃の報告が届いている。これもまさか何かの兆し？このままだと対応しきれなくなるのも時間の問題だろう。そこは理解している。だがアビスも焦りを見せ始めているようだ。6人の英雄が揃うまであと1人という事実を奴らも知っているのだからな。今の私にはまだアビスと戦えるほどの力がない。これは奴らにとって千載一遇の機会だと言える。つまり今は持ちこたえるしかないってことか？持久戦になるだろう。今最も気にかけるべきは一般人の安全と戦力の温存だ。助けが必要なキャラバンと冒険者を救うためにすでに数多くの戦士たちが出発している。しかし依然として人手が足りていない。それなら
私たちに任せてください。いつでも行けます。ああ、頼まれてくれるか。シロネンとカチーナは小玉の子近辺の拠点を支援してきてくれ。そしてシトラリ、君には名園の主のところへ戻ってもらいたい。彼らは君を必要としているはずだ。名園の主は聖火競技場から少し離れているし、オロルンはこの計画において重要な6人のうちの1人だ。彼にはここに残ってもらう必要がある。ええ、任せてちょうだい。熱気球を用意した。それに乗って各々の目的地へ向かうといい。任務を終えたら各地を巡っているかがり木の民の伝達士に現状を伝えてくれ。彼らが情報をまとめ戦況を報告してくれる。各地の情報をもとに君たちの次の行動目標を決めていくつもりだ。了解。じゃあ善は急げってことで早速行ってくるよ。みんな気をつけてね。で、オイラたちはどこに行けばいいんだ？伝達士からの情報によれば、一般人を競技場まで護送している正体がアビスの魔物に苦戦しているらしい。彼らも懸命に抵抗しているものの、その力も限界に近づいている。その正体のことを任せたい。いいだろうか。助かる。熱気球はそこだ。早速向かってくれ。魔物と戦ってる戦士があちこちにいるみたいだ。もし正確な情報がなかったら戦場はとっくに混乱してただろうな。助かった。やっと救援が来てくれた。来てくれてありがとう。君たちがいなかったらいつやられていたことか。魔物が次から次へと湧いてきたの。こんな状況初めてだわ。間に合ってよかったぜ。もう行って大丈夫だぞ。ええ、行きたいのは山々だけど、ちょっと困ったことになってしまって。さっきの戦いで負傷者がたくさん出てしまったの。荷車が襲われたせいで物資も落としてしまったし。今はそんなこと言ってる場合じゃないだろう。命が最優先だ。それくらい分かってるわよ。けど落としたのはどれも医療物資だし、競技場の人たちがそれを必要としているかもしれないでしょ。いたいた。おい、見つけたぞ。なんだ、もう解決してたのか。すごいな君たち。どうやら俺らの助けは必要ないらしい。助かったよ。
これならすぐ次の場所に行けそう。他にも助けを必要としてる場所があるのか？ああ、ちょうどいい。今の戦況報告を渡しておこう。かがり木の民の伝達士たちが今ナタ全土を駆け巡り、最新の情報を届けてるんだ。この先もしかがり木の民の伝達士に会ったら、各地の状況を聞いてみるといい。おう、ありがとな。次に行く場所の参考にさせてもらうぜ。見たところ実力は申し分なさそうだし、二手に分かれて行動しよう。さあ、一つ選んで。残った方は私たちが行くから。けどよ、ここにいる人たちも助けが必要だろうし、なくした物資も大事なものだろ。どうする？私たちのことなら大丈夫よ。こちらの都合であなたたちの救援活動を遅らせるわけにはいかないわ。けどここに長居するのも危険だ。さっきの魔物たちがもう一度襲ってこないなんて保証もないからね。どうする？もう少しここでこいつらの手助けをするか。お前がどっちを選んでもオイラはついてくぞ。やっと休める。けどアビスの魔物がまたいつ現れるかわからない。すみません、旅人さん、少し手を貸していただけないでしょうか。私の母は医者でして、襲われた人がいると聞いてすぐその救援に向かったのです。しかし未だ何の連絡もありません。母は戦いが不得意なのですごく心配で。ですが今はここを離れるわけにはいきません。母を見かけたら避難するよう説得してもらえないでしょうか。おう、分かったぞ。ありがとうございます。これで戦いに専念できます。あんたらは怖くないのか。ごく普通って、怖がることは恥じゃないってことか。そうそう。それにたとえ怖がってたとしても、お前は武器を手にここに立ってるだろ。すごく立派なことだと思うぞ。そうなのか。なんだか勇気をもらえた気がするよ。ありがとう。励ましてくれてありがとう。恐怖心を受け入れたらなんだか怖くなくなってきたよ。もう少ししたら仲間たちとまた出発することになります。母が無事だといいんですが。どれも大事な物資だから捨てるには惜しすぎるわ。はあ、仕方ない、僕が手伝うよ。さっさと拾って片付けよう。
ったのってキーリチだよな。急いで手紙を届けてるのかな。あいつが無事なのを見れてよかったぜ。いいタイミングで来てくれたな。助かったよ。ありがとう。しかしこれは一体どういう状況だ。他の場所にもこんな風にアビスの魔物が湧いてるのか。ああそうなんだ。緊急事態に備え退避の準備をしろとエンジン様から通達があったが、まさかアビスの魔物がこんなに現れるとはな。あなたたちが駆けつけてくれたおかげで一命を取り留めたけど、負傷者がかなり出てる。これからどうしたらいいの。負傷者？アビスに襲われた奴がこの辺りに結構いてな。ひとまず全員ここに集めたんだが、薬が足りてないし、負傷者たちを移動させるのも難しい。正直これからどうすべきか全く思いつかない。ここを死守したところで待っているのは死のみだ。だがあいつらを放っておくわけにもいかないだろう。とりあえずあんたたちが来てくれて助かったよ。ここにいる全員が命拾いした。確かにそうだな。魔物たちを片付けた今タイミングとしてはベストだろう。しばらくは安全だろうし、一部の人を負傷者の護衛に回せる。でも時間がかかるでしょ。移動の難しい人たちにはひとまずここに残ってもらうしか。大丈夫さ。第一陣がかがり木の民に着いたら助けを呼んでくる。そしたらみんな助かるはずだ。オイラたちもここの人たちを助けてから次の場所に向かおうぜ。あとかがり木の民の伝達師がすぐそこにいるみたいだ。情報の更新も忘れずにな。そういや集落の方は今どうなってんだ。今はまだ安全だよ。けど部族の大半が情報を届けるため出てるから守備が薄くなってるみたい。もしこのタイミングでアビスの魔物が大量に現れたら。そん時は俺たちがどうにかするしかないな。なんだ、まさかビビってんじゃないよな。そんなわけないでしょ。さすがに肝を冷やしたが何事もなくてよかった。さあ早く私についてきて。おい見ろ、あの人魔物に囲まれてるぞ。助かったわ。いきなりあんな数の魔物が現れるなんて。危ないところだったよ。ありがとう。それに危険を顧みずに助けてくれたこちらのお医者さんにも感謝しないと。気にしないで、当然のことをしたまでよ。お医者さんってもしかしてテポズってやつを知ってるか。え、どうして息子の名前を知ってるの。あの子は無事かしら。ああ無事だぞ。ただお前のことを心配してて避難するよう伝えてほしいって頼まれたんだ。そう、私もむやみに出歩かない方がいいのは分かってるわ。けど何もしないわけにもいかないでしょ。こうしましょう、息子に手紙を書くわ。それで正体がここを通ったら一緒に連れてってもらう。そうすれば安全でしょ。おう、その方がいいと思うぞ。とにかくあいつはお前の無事を知りたがってたし。ええ、教えてくれてありがとう。
正体はまだかしら。これ以上ここで待ってたら。ご助力に感謝します。ここの状況を更新したのですぐ情報を届けてまいります。あなたたちもどうかご分を。まだ助けを必要とする人が大勢いますから。行きたくない。お母さんと一緒にいる。ウィザ、お母さんは今怪我をしているから一緒に行ってあげられないの。でも大丈夫、ウィザがお家に帰った後おじさんとおばさんたちがすぐお母さんを迎えに来るから。嫌だ、嫌だよ。あのお医者さんには感謝してもしきれないよ。なんて素晴らしい方だろうか。命を救ってくれたこのご恩、一生忘れはしない。権限や響け格のね、ウェーブ、うー加速するよ。感謝します。はい、この休日に隊長様から9日つまりエンジンの指示に従えと命じられたのです。この意味を皆が理解できたわけではありませんが、隊長様のご命令は何よりも優先されることですので。この人たちがいなかったら私たちはとっくにやられていたはずだ。ってことは、お前たちにお礼を言わないとだな。なんか変な感じがするぞ。同感だ。これからどちらへ？流線の州でしょうか？もともとその予定だったが、今の状況じゃ、あそこも安全かわからないしな。でしたら、競技場に行くことをお勧めします。今後戦力はそちらに集まるはずです。集落よりも安全かと。周りの魔物を処理し終えたら護送の手配をいたしましょう。はあ、本当にありがとう。助っ人が増えたわけだし、まあ結果的にはいいことだよな。現在ナタジルの人々が競技場へと集まっています。そこの防衛は特に重要。つまり失敗は許されません。君たちも任務が終わったら支援のために戻った方がいいでしょう。さすがに私も慣れませんね。しかし今はこの状況を受け入れるしかなさそうです。
隊長様があれほどことをせいていたのは、こうなるのを見越していたからなのでしょう。隊長様の言う通り、ひどい状況だな。ここに来るまでの間、ナタ人の集団を何回助けたことか。ここにずっといるわけにもいかない。こいつらの準備が済んだら、うちの正体も別の場所に急がないと。今すぐ避難したいけど、龍泉の衆はこの薬を必要としてるでしょうし、届けないと。え、さすがにそこまでしてくれないんじゃない？方角的にはちょうど同じです。近くまでであれば問題ありません。いいの？よかった。じゃあお願いしていいかしら。ええ、ただ他人を頼りすぎるのもお勧めしません。自分で自分の身を守るようにもしてください。まさかハデューに助けてもらえるなんて、運が良かった。本当にかなりの人が集まってるな。それにむやみに外には出られないようにしてるみたいだ。状況はどんどん悪化してる。とにかくオイラたちもまだまだ頑張らないとだな。やっはっとさお前らか。伝達師の仕事が一段落してな、様子を見に来たんだ。ま、お前らがいるなら余計な心配だったか。そうだぞ、人手が全然足りてないし、どこもかしこも危険なんだ。こっちを片付けたらあっち行ってって感じだし。ああ、別に文句を言ってるわけじゃないぞ。ただ状況がどんどん悪化しちゃわないか心配で。へっ、現実逃避は弱虫の特権ってか。その愚問をもう一遍考えてみろ。答えは分かりきってんじゃねえか。ただ向き合いたくねえだけだろ。お前は黙ってろよ。まあ今回ばかりはアハウが正論だな。状況はおそらく悪化の一途をたどるだろう。だが悪いことばかりじゃない。
外にいる多くの一般人を保護したのも事実だからな。それにカガリーの民が集まり、ナタ全域の巡回をもう一度行う予定だ。戦力をうまく配分すればアビスも恐れるような存在じゃない。その通りだぜ。ポンポン湧いてくる魔物にビビってたってしょうがねえ。ガクブルしたってどうせあいつらとは戦う羽目になんだからな。エンジン様は精鋭を数人連れて洞窟に行っていた。閉じ込められた子供の子を大勢助け、ついさっき帰ってきたところだ。上は魔物、下はマグマの危険な場所だ。以前のエンジン様ならともかく、今のあの方は神の目を持つ普通の戦士。さすがに気が気じゃなかった。だがまあ余計な心配だったけどな。ったく相変わらずめちゃくちゃだぜあいつ。最強の戦士ってだけある。確かにあいつ自信満々だったもんな。最強のものがエンジンの座につくって言ってたし。エンジン様のおかげで足場の悪いところに多くの戦士を投入せずに済んだ。結果的にかなりの戦力の温存につながってる。てかいつまでくっちゃべってんだ。休むんだろ。休まねえなら出発したらどうだ。少し休憩するか。体調を保つことが多くの人を助けるのにつながるからな。じゃあオイラたちも休憩しようぜ。ついでに近くに助けのいるやつがいないか見てみよう。ひひ、オイラと同じ考えだな。部屋にたくさん人が集まってるぞ。みんな避難しに来た人かな。もっと支援が必要だと思うの。ここって重要な場所なんだし、今の人数じゃ心もとないわ。そうは言っても今はどこも人が足りてないからな。この偉大なる聖竜クフルアハウは休んでる時まで下等生物の雑音なんか聞きたかねえ。質問はごめんだぜ。自意識過剰か。俺はもう恐怖に立ち向かう勇気を身につけた。でもまだ一つ疑問があってな。もし俺が死んだら覚えてくれてる人はいるだろうか。そうだぞ、生きないと。お前の命はすっごく大切なものなんだから。俺の命が大切。そうか、またしても答えをくれてありがとう。次から次へと依頼が舞い込んできやがる。普段なら嬉しいとこだが。これはもう依頼じゃない。依頼っつうのは報酬がつきものだしね。報酬がなくたって冒険者たちはみんな動いてるぜ。それにどんな奴でも冒険者になれる。冒険したくない奴以外はね。もう歩けそうにない。少し休ませてくれ。ああ、君たち、よかった。私も無事ここにたどり着いてね。二人が助けてくれたおかげだ。でないと、今頃どうなっていたことか。手を貸してくれたファデュイたちは、また別のところに向かったよ。無事だといいんだが。あなたたち、無事でよかったわ。無事にたどり着いたんだな。ああ、でもダーゴは僕たちをここに護送してくれた後、すぐ次の場所に向かったよ。あなたたちのおかげで私たちも医療物資を競技場に届けることができたわ。本当によかった。
あなたたちの。あら、また会えるなんてね。そうそう、息子から返信があったわ。しばらくは心配いらないって書いてあった。私はある正体についてここに来たの。競技場に医者が足りないと聞いてね。もう年だし前線で活躍することはできないけど、後方支援は私たちに任せてちょうだい。全てうまくいくはずよ。怖かった。ここまで来ればさすがにアビスの魔物も現れないよね。そろそろ休むか。この後他の場所にも行く必要があるし。新しい戦況報告が届いた。状況が良くないな。見てみろ。どうやら俺らがいる場所も安全とは言えなそうだ。しかも競技場へと続く大橋も危うい。またアクタレどものお出ましか。まったくキリがねえぜ。こんなところに現れるとはな。さっさと片付けるぞ。オッケー。ルーム進学、火炎を刻め。剣伝落ちるぞ。キャッコス、じゃあ行くよ。ちっどれ。いったいった、わけ山の地。いった、ねえのか。ロックを広めな。と、貫く。状況はひどくなる一方だ。まずはここを守り、民の安全を確保しろ。虚無と混沌、これがアビスか。今が最大の好機だと奴も理解しているようだ。成果はどうする。マービカがもう向かってる。
怖と破滅の具現化ってところか。どうやらこの漆黒の厄災はやっとお前たちを人の身にする気になったみたいだな。何のんきに言ってんだよ。お前だって食われちゃうんだぞ。まさかあれがアビスの力の根源か。今すぐ状況を確認しに行く。もう手遅れかもしれないが、お前らは戦況報告にある場所に行ってくれ。あんな奴が現れた以上、事態は一刻を争う。いつも冷静なキーニチがあんなに焦るなんて。最悪が現実になっちゃったわけだし、オイラたちも急ごうぜ。助けてくれてありがとう。ここは私たちに任せて大丈夫だから、他のところの支援に回って。今やアビスの魔物はどこにでも湧く。だが少なくとも聖火には怯えてるようだ。何としても競技場に避難してきた人たちを守らないとな。魔物じゃなくて人間みたい。ありがとう。ここで一体何があったんだ。さっきアビスの魔物に囲まれてたところをファデュイの兵士たちが助けてくれたの。それで避難を始めたんだけど、競技場からいきなり黒い炎が上がって大きな魔物が現れたのよ。その後すぐ
アビスの魔物もかなり増え始めて、ついに防衛線も破られたわ。けど彼らが私たちをここに隠してくれたの。ああ、競技場に行こう。オイラたちが送ってやるから。ありがとう、このご恩は一生忘れないわ。戦況報告は必要かな。ただ帰ってくる伝達士がどんどん減ってるから、把握してる情報も少ないんだけど、手持ちの情報によると、かがり木の民の近くにある屯所が撤退時に大規模な襲撃を受けたようだよ。時間があったらすぐ確認してきてほしい。いいニュースを持って。ああ、二人が離れた後、一般人を避難させるために何人かの戦士が護送に回ってな。そしてここを守るために残った奴らは俺以外死んじまったよ。もう助からない。またアビスの魔物が押し寄せてきたら、俺も部屋にいる人たちもみんな死ぬ。ここに残ってるのは戦闘経験のないものばかりだ。年寄りや怪我人、それに子供だっている。打つ手なしさ。しばらく魔物は出てこないんだろう。部屋に戻れ。外は危険だ。危険だと知ってるから出てきたんだ。俺らもそうだ。君たち何を。装備をいくつか分けてくれないか。
戦場に立ったことはないけど、見ての通り若いし、武器を持つくらいの力はある。数十年前まで俺も帰化聖夜の巡礼に参加してた戦士だ。一度もいい成績を収めることはなかったがな。槍の扱いならこの体が多少覚えてるだろう。部屋にはまだ数人一緒に戦ってくれるってやつがいる。説得したんだ。これ以上私たちのために部族の戦士に血を流させるわけにはいかないってね。英雄を苦しませるわけにも、一人で戦わせるわけにもいかない。だが他に装備は？そうだ、それを使ってくれ。これなら戦力はどうにかなる。移動速度は遅いが、ここでただ死を待つよりはマシだ。じゃあみんな、俺の指揮に従ってくれ。ああ、承知した。ならオイラたちの熱気球を貸してやるぞ。これに乗って競技場に行ってくれ。いや、その熱気球はより多くの人を救うために使われるべきだ。俺たちが武器を手に取る理由は英雄たちの足を引っ張らないためなんだからな。じゃあせめてオイラたちが見てきた道を使ってくれ。ここに来るまであんまり魔物がいなかったから。ありがとう、助かる。犠牲になった戦友を思うと胸が痛いが、だからこそ俺は生きていかなければ。負けてたまるか。ああ、改めて礼を言う。さあ、君たちは他の場所の人たちを助けに行ってくれ。